しかない。まともに戦って勝てるかどうか。トランクス君、どいつが魔人かな。知らない奴らばかりじゃないか。はい、魔人ブー、海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ。腹減った、こいつ食っちゃおう。ダーブラ、お前まだ生きてたのか。バビディ様、そいつは、魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。今のうちに始末しておかなければ。お前食べちゃおう。ぬれ、クッキーになっちゃえ。素晴らしいぞ、魔人ブー。ピッコロ、これは魔術が解けたのか。
たち、こんなとこで何してるんだ。お、クリリンさんたちこそ今まで何してたの。さっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけた奴が死んで元に戻ったらしいな。ん？なんだこの恐ろしい木は。まさか魔人ブーは。魔人ブー、こいつも食ってしまえ。おうおう。バビディの洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空は、これ戦いの最中、二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を、と巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は、戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける。悟空が戦いに集中できないと判断したベジータは、その提案をやむなく受ける。それは悟空を油断させるための嘘であった。そしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。さあ、ブーとやらの面を拝みに行くか。ご飯の木はすでに消えてしまった。許せ、俺のせいだ。
ご飯の気はすでに消えてしまった。許せ、俺のせいだ。あれか、ついでだ、ぶっ壊して。僕の貴重。よう、ベジータ、貴様、なんてことを。宇宙船を破壊しろなんて命令はしてないだろ。その不細工な間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。ご飯不細工なんだ。みっともない変な顔ってことだよ。ん、怒っちゃったもん。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな見…一番許せんのは貴様だ、バビディ。あー、そんな。ママを大切にしろよ。どういう
うこと、パパ。ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ、俺たちも戦う。三人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え？抱かせてくれ。え？パパ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。え？ガー！あー！なんでトランクス君を殴るんだよ！二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞ、ピッコロ。貴様、死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。分かったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方が分かったぜ、やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルー、トランクス、そしてカカロット。二人を頼んだぞ。俺は結果を見てくる。ああ。そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にして、あいつに救われたか。あバビディ、
まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。なんてことだ。魔人ブーの破片が。魔人ブーは生きていた。おい、僕を回復しろ。さっさとしろ。封じ込められたいのか。よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない魔人ブーが。そんなベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だな。人部の気は感じるが、ご飯の気も感じねえ。ん？ピッコロとクリリンは生きて二人なら、何がどピッコロたちは。